こんにちは。あっこばあちゃんとゆきえの知恵袋です。今日は角島、山口県角島へのグルメ旅です。それではどうぞ。角島に来ました。今日は雨予定だったんですが、なんとかお天気は持ってくれてます。曇っててもこんなに綺麗な海、本当に沖縄に来たみたいな感じです。晴れてるともっと奥が見えるのにな。それでは角島に渡りましょう。土日は車が多かろうけど、今日は対向車もないですね。あ、やっと1台対向車が来た。目的地のお食事処、夢岬に来ました。本日生きイカあります。さあメニューです。海鮮丼だけじゃないんですね。定食に天丼、御膳物。さあ中に入っていきましょう。座席はいっぱい区切られてあるようで、ここはお部屋は4部屋です。さあ何にしましょうか。人気ナンバーワンはお刺身の種類がいっぱい入った丼のようです。こんなにあると迷いますよね。サーモン丼にヒラマサ丼、ハマチ丼もありますね。ネギトロ丼、アワビ丼もいいな。シラス丼もいいですね。迷いに迷って家族が頼んだのはアジフライ定食です。アジフライの他はメカブに茶碗蒸し、タルタルソースもついてます。それと味噌汁にご飯です。それとお漬物。娘が頼んだ三色丼、ウニにイクラにイカです。私は迷いに迷ってサーモンとイクラの親子丼にしました。親子丼です。あら、卵が、これはイクラですね。はい、そしてお醤油をこの子入れるんですね。わさびとネギの中にお醤油を入れます。そしてそれをこの丼に入れます。丼に入れたらこんな感じですね。これ海苔かけるやった、うん、まあお好きにどうぞっていうことですね。海苔をかけます。混ぜます。ご飯固くない？いただきます。失礼します。美味しいです。めちゃめちゃ美味しいです。やっぱり親子ですね。親子の美味しい。普通に美味しかったんですけれども、お醤油はたまり醤油のもうちょっと甘い醤油で、あとは薬味、わさびももうちょっとあったらいいのになって思いました。その他柚子胡椒もちょっとあるといいですね。海苔ももうちょっと欲しかったかな。お醤油と海苔とピリッとわさび、そしてこのイクラ、プチプチってして美味しいですね。伝わります。これに我が家にある青じそがちょっとあるともっといいんでしょうけどね。では私もいただきます。赤だしは普通のお味でした。
舞が頼んだこの三色丼、彼女曰く写真では3分の2がイクラとウニだったのに、来てみるとイカが3分の2。がっかりしてました。しかもウニが苦かった。残念。そんな苦い？うん、あ、ちょっと欲張ってウニにしたけどね。美味しくいただきました。完食です。アジフライは前も半分もらってました。いかがでしたか？晴れてはいなかったんですが、雨も降らずに良かったです。景色は最高です。そして丼、海鮮丼美味しかったですよ。親子丼、そしておばあちゃんお留守番だったんで、今日のおばあちゃんです。それではどうぞ。トマトが熟し出しました。カラスが、いや、鳥が食べるので網を張ってる。これ入れてるのが一番に入れてるのが一つあります。これはもう料理やると思うけど、なんか大きいのがここにあるんだけど、どこ行ったか。あ、これ完熟していたプチトマトで早速マリネを作ってみました。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。